こんにちは、即賀塾の久保です。まあ暗号通貨に関わってきて8年になるわけなんですが、あの、ICO 詐欺ってありましたよね。ICO バブルとも言いますけども、今では ICO なんていう人はほとんどいなくなりましたけども、2017年あたりにね、ICO って言葉が飛び交っていて、なんでもかんでも ICO をつければお金が動いていた。その結果、多くの方のお財布からお金が消えて奪われてしまったっていうね、苦い思いがあったと思うんですよ。まあ、例えばね、えー、 個別銘柄で言うとクローバーコインとかノアコインとかスピンドルとかあの後どうなっちゃったんだろうみたいな有名なコインとか有名な人ってたくさんいるんですけども実際どうなっちゃったんでしょうねまあそれを詐欺というふうに一律に認定することはできませんけども私は心の中でねあれは全部詐欺だなと思ってます心の中でねあ言葉で出ちゃいましたかねでもどう思うかは自由ですから私がそれぞれの通貨個別で詐欺認定するんじゃなくて ICO っていう言葉の響きがね、もうなんかあやふやなもんだったと思うしかないかなと思います。まあそういう ICO っていうゲームの中で多くの方が遊んでいて、そしてプロモーションに関わる、主にはね、YouTuber みたいな方が一方的に儲けたみたいな形じゃないですかね。まあ私もね、儲けることだけ考えたら、ICO を止める側ではなくて、ICO を進める側になればよかったかなと思いますけども、まあでもね、そんなことしたらね、今こうやって放送できてないと思うんですよ。で、今ね、NFT っていうのが来てますよね。 NFT メタバースこういった新しい言葉に飛びつくのは非常に危険です、えー、でもね暗号通貨ブロックチェーンにものすごく専門的に長けていてそこで利益を生んでる人が取り組むのはいいと思うんですよでもブロックチェーンでも当てたことがないそもそも投資がうまくいってないっていう人がやるのはどうかなって気がしますね、えーまあ、それでね SDGs もそうだしエコっていう言葉もそうですけどもああいったイメージによく私たち引っ張られるんですよだから足元よく見て NFT を一時のブームだなぐらいに思った方がいいんじゃないかなと思ってますけど皆さんどのようにお感じでしょうかそれではこれからもいろいろと見ていきましょうまあでもね何だろうねステーキングっていうのもよく分かんないかもしれませんねはいじゃあいってみましょう